佐伯健君。佐伯君。佐伯健です。本日私はですね、美浜3号機そして高浜1、2号機今我が国で初めてこの40年超えの古い原子力発電所の再稼働が今政治プロセス進んでおりますけれども、その安全性と課題について伺いたいと思います。まず経産副大臣に伺います。関西電力はですね、福井県に対して使用済み核燃料は県外に中間貯蔵施設を設けて県外に搬出しますということを約束をしております。で、これは1996年栗田知事の頃からの20年超の課題なんですけれども、いまだに示せておりません。で、年内というとあと4週間しかないんですね。本当にこの4週間のうちに示せるのかどうか、これは私はまず聞かなければいけないと思います。昨日も杉本福井県知事が県議会でこう発言しております。使用済み燃料中間貯蔵施設の計画地点提示は新しい課題、これは40年超の同意判断を言います。40年超同意判断の議論を行う前提である、すべての条件に先んじるということを述べていて、要するに示さない限り議論には入れないというぐらいきつい表現を昨日の県議会でしておるんですが、本当にこのあと4週間で示せるんでしょうか。江島経済産業副大臣。まず関連がですね、歴代の福井県知事からこの県外に中間貯蔵施設を立地することを求められてきたということは私も承知をしております。また一方でこれまでに設定をした2010年それから2018年というこの目標時期までに候補地点が示すことができなかったというのも、これも残念ながら事実でございます。で、また杉本知事はですね、この中間貯蔵の問題をこの信頼関係の基本の部分というふうにおっしゃっております。関西電力はこのような地元におけるこの懸念の声は真摯に受け止めてしっかりと取り組むことが必要と経産省としてももちろんこれは考えているところであります。また関電は今2020年というこの目標時期を念頭にしまして、福井県外で具体的な計画地点を示すべく社長自らが強い覚悟を持って全力で取り組んでいるというふうに私どもとしては承知をしているところであります。まずは事業者による調整をしっかりと進めてもらうことが重要であると考えてますので、経産省としては具体的な見通しや課題について現時点で言及することは差し控えさせていただきますが、必要に応じてサポートを行っていきたいと思います。佐伯健君。人事だなというのが端的な感想です。私は非常に県知事や県関係者から憤慨の声を聞いております。資源エネルギー庁長官がですね、先月かな、福井県にいらっしゃって、知事、40年超えの同意判断もよろしくお願いしますということを知事に直接言われたと私は聞いております。とんでもないと思いますね。県外の候補地を先に示せと言っているのに、県外候補地を示すべき、それに協力すべきね、必要に応じてサポートしますとおっしゃいましたね。その役所側がその準備、何の手土産も持たずに行って、抜き身で行って、知事40年お願いしますよなんていうのはよく言えたもんだなと、ちょっと呆れました、今の答弁は。国としてね、これは1996年から示せていないんですよ、福井県に対して。もう24年間止まっている話です。これを約束をずっと破られ続けた地元の県民の立場から考えればね、これは国はもう今言った通り、まずは関電の話だ、事業者頑張れっていうような姿勢では進まないっていうのは、この24年で明らかになったと思うんですが、そんな姿勢で40年超の再稼働同意を地元に求め続けるおつもりですか。江島経済産業副大臣。はい、ご指摘の点もごもっとでもありますが、しかしこの中間貯蔵施設の選定に関しましてはですね、この県の意向を踏まえて、まずは関西電力自身による調整をしっかりと進めてもらうことが重要だというのが経産省の認識であります。その上でですね、国としては関西電力の求めに応じて具体的なサポートを行っていきたいと考えています。現時点では経産省からその具体的なものは何かと言われても、その取り組み内容の説明をすることは差し控えさせていただきたいと思います。
佐伯武史君。国は責任持ちませんってことですね、それは。あのそんな姿勢だから、トイレのないマンション問題と言われる、これが全く進まないんですよ。あの24年もね、裏切り続けてきていて、私、前回はすごくひどかったと思いますよ、2017年、18年の話です。大井、あの時は大井3、4号機の再稼働が課題になっておりました。その時に当時の関電の岩根社長、今被告ですけれども、岩根社長が地元に行って、西川当時の福井県知事から同意を得るために、あと1年以内に県外候補地示しますと言ったのが2017年のこの時期です。で、1年経ったらごめんなさい、示せませんでした。2020年までにはお示ししますと言ったのが今日です。前年3年も延長してきてですね、18年、いや20年、でまたあと4週間ですよ。この関電の姿勢もですね、国も呆れましたけれども、関電の姿勢も、これは地元発電所を受け入れていただいて、燃料プールと共存している地元住民、PAZ や私の UPZ の住人ですが、その地元住民の方々を軽視しているというふうにしか私は地元住民として見えないんですが、関電と国としての姿勢、副大臣、司令塔としてどうか自覚していらっしゃいますか。江島経済産業副大臣。はい、あの使用済みこの燃料の対策を含めたこの核燃料サイクルの推進でありますけれども、これは第5次基本計画の中において、我が国のこの基本的な方針として定められている問題ですから、これはもう本当に国家が進めているものであります。で、一方でこの政府としてはこのエネルギーの基本計画に基づきまして、この6カ所再処理工場の竣工、あるいは使用済み燃料対策の推進に取り組む等を行っているところであります。で、関電も含めて電力各社の社長に対しまして、これは使用済み燃料対策を着実に進展するようにということを要請をしてきております。この福井県外の中間貯蔵施設の選定に関しましては、先ほどから申し上げておりますけれども、この県の意向を踏まえて、まずは関電の調整というものをしっかりと進めてもらうことが重要であり、また国としてもその折に必要なサポートを行っていきたいということでございます。佐伯武史君。主語は関電だから、まず関電さん何とかしてくれっていう答弁ずっと維持してらっしゃいますけど、だからダメなんですよ。杉本知事がずっと、福井県知事が今言ってるのは、国のスタンスを示せ、これは栗田知事の頃から1996からずっと言ってるんです。それを答えずに、エネ庁長官が県知事に40年長もお願いしますよっていうね、ついでに頼むみたいな、これはやはりこの使用済み核燃料をどうするのかということに真摯に向き合っていないと言われてもしょうがないと思いますが、答弁書見ないでお答えできませんか。江島経済産業副大臣。政府の一員でありますので、答弁書をもとにしっかりと答弁させていただきたいと思います。佐伯武史君。極めて残念な姿勢であります。福井県としてもですね、再稼働すれば当然使用済み燃料は出るわけです。それを県外に持って行ってくださいね、候補地示してくださいねという約束のもとに、2017年、3年前に同意したんですよ、大井の3、4号機に関して。いまだに示せないまま、また12月になりました、期限があと4週間です、また茶番を演じるんですかって正直思いますよ。知事の同意を得るためにできない約束をして、知事、年内はだめだったけど、あと1年待ってください、あと1年で示しますって言ったのが3年前、2017年ですよ。西川さんと岩根社長でした。また今度は杉本さんに対して森田さんがですね、知事ダメだったけどあと1年待ってください、また1年何とかしますからと言ってお願いするんですか。そんなたらればの話に地元を振り回さないでいただきたいと私は思います。やはり中間貯蔵施設という名の最終処分地にするわけにいきません。このバックエンドの話、使用済み燃料の話というのは、まず再稼働再起動のお願いをする前に向き合うべきだということを強く私は念を押したいと思います。まずあと老田委員長に伺います。この美浜の3、そして高浜の1、2の審査にあたっては、老田委員長がかなり主導的にやられたということを聞いておりますけれども、技術的にやはり古い原発を動かしても本当に安全なんだろうかということを、私含め地元の住民の方々からですね、この本当に安心なのかということに対する疑念の声、心配が出ております。それの技術的な課題について伺いたいと思います。
今ご承知だと思いますが、高浜3、4号機、この1、2号機のいわゆる兄貴分ですね、より後にできたより新しい原発ですけれども、点検中です。で、再起動が遅れております。これは電熱管の破損、電熱管の原肉ですね、が発見をされました。これ、電熱管というのは、1基あたり1万本近くですね、蒸気発生器の中に、わずか直径が 1.3 ミリぐらいの細い合金製の管が走っていて、膜圧が 0.3 ミリでしたとか、非常に薄い。で、薄いからこそ1次系の熱を2次系にダイレクトに伝えるために薄くしていると思います。ですので、ここがウィークポイントになっていて、現在の高浜3、4号機は、原肉、2割から4割程度、これが、なぜか薄くなっていたということが発見されたので、再起動できなくなっております。で、これは美浜2号機で事故が起きましたね。同じ三菱重工業製の電熱管がやはり破断をして、放射能漏れを起こして止まったと。で、ECCS、緊急炉心冷却水も注入をされたと、私は把握しております。で、私、このことを規制庁の方にレクでお話ししたんですけれども、じゃあ、これが進行すれば、美浜2号機のように電熱管が破断をし、高浜で3、4号機で今、もう4割薄くなってます。これが破断をすることは考えなきゃいけない事故です。で、これがもし破断をした場合には、一次系の水がそこから漏れていきますね。で、たとえスクラムで制御棒が挿入をされたとしても、崩壊熱が出続けます。福島と同じ状況です。崩壊熱が出続けて、150から160気圧で非常に高圧の原子炉圧力容器になっております。そこに ECCS が、例えば電気がなくなって入りません。バッテリーもやられました。今、高圧ポンプ車用意してますけれども、手動で入れるには160気圧は高すぎます。これも入らない。要するに外部から今言われている深層防護が機能しなくなった場合に、PWR に対して、加圧水型原発に対して、これは想定しなきゃいけないと私は思っております。その場合には、シュラウドが溶けて、そしてメルトダウンに至るということも、これは起きえないわけではないと、規制庁の方はおっしゃっております。この電熱管が薄くなること、高浜で今起きていることです。これが破断に至った場合、メルトダウンの可能性は否定できないということでよろしいでしょうか。福田委員長。お答えをいたします。まずその蒸気発生器の電熱管が破損したときに、どのような影響が出るかというのは、それは何本破損かということをの想定にもよります。もう一つは、PWR の場合、3ループ、4ループありますけれども、そのループのいくつが事故の対処に使えるかに関わってきます。当然、多数本の電熱管が破損した SG は、蒸気発生器は隔離ということで切り離しますけれども、そうすると残ったもので、原子炉を冷却する手段はいくつかありますけど、今お話をしているのは蒸気発生器を使って冷やそうとする場合ですが、それが何ループ残っているかによって想定はまた変わってまいります。いずれにしましても、その今先生おっしゃったように、例えば地震であるとか電源喪失であるとか、いくつかの想定を重ねれば炉心溶融なり炉心損傷の可能性というのは常に残ります。佐伯武史君。それを電熱管の原肉が実際に高浜1、2の今、お願いを関西電力および資源エネルギー庁が福井県に対してしているわけです、再稼働の。その高浜3、4で電熱管が薄くなっていた。で、これは私は起きてはいけないことだと思っております。で、どうも聞くとですね、二次系の中に異物が入っていて、二次系の異物がカン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 、その一次系のですね、合金管の外側にどんどん当たって、振動で当たっていて、傷が入ったり原肉をしていたようだと。でもその二次系は入ってはいけないところなんですよって、なんで入ってしまったんですか。やっぱりこういう想定外というのは起こりうるっていうことですよね。福田委員長。お答えをいたします。今回、高浜さん4で見られているその電熱管、原肉というのが非常に的確な表現かどうか分かりませんけれども、一応、原肉というふうに呼びますけど、外から入ってきた、これをデブリと呼んでおりますけれども、異物が入ってきて、それが引っかかったりすることによって削れてしまう。で、これは比較的古くから見られていることでありまして、で、あってはならないことといっても、その二次系の例えば洗浄のために人が入るというようなところがあって、その時に何かを持ち込んでしまって、その異物対策が
に、まあ、遺漏があった場合、おそらく何かを残してきてしまった、あるいは制作時のバリのようなものが剥がれて、流れてしまった、そういったようなことによって起こると考えております。佐伯武史君。でそれがですね、私はやはり40年超非常に長い間使われている場合にはデブリであるとか、あとはサビですね、こういったものもやはり考慮しなければいけない。原子炉圧力容器は、まあ、合金製だと思いますけれど FE 鉄分が入っていると思います。ということは、まあ、酸化をして行ったりであるとか、さまざまな長期使用に伴う劣化税化、こういったものは考慮していかなければいけないし、私は若い原発に比べれば一次系二次系ともにそういったサビのような物質異物が浮遊し高速で電熱管に損傷を与える、ぐるぐる回ってますね、160気圧という高圧で可能性は高くなっていると私は考えざるを得ないんですが、いかがでしょうか。福田委員長。お答えいたします。異物、いわゆるデブリ異物の混入は実は新設炉において非常に懸念をされるケースがあります。新しく作って初めて動かすときというのは、先ほど申し上げたようにその加工のときのバリみたいなものが残っているケースがあって、新設起動時に非常に大きな懸念があります。でそういった観点もあって、その何年運転が続いてきた、経過してきたか、いわゆる高経年化との関連はむしろあまり考えられません。ただ、美浜3号機、高浜1、2号機のように長い期間停止していた炉の場合、これは再起動の際に、仮に再起動するとした場合には大きな懸念になります。というのは保管している間にですね、配管等々も点検や保全のために開けることがありますので、そういったときに、なんて言いますか、シャワーキャップみたいなものをかぶせたりして、事業者は努力はするわけですけれども、やはり長い期間停止している間に異物混入の可能性は高まりますので、高経年化との関連ではなくて長期停止との関連でこの異物対策というのは注視する必要があるだろうというふうに考えております。佐伯武史君。2010年11年からですね、長期停止をしている9年ぶり10年ぶりの再稼働の議論ですので、当然、限界原発もトラブルありましたけれども、やはりこういったことは考えていかなければいけないと思います。やはり地元としてはですね、申し上げました、その動かせば使用済み燃料は出る、それに対して候補地も示さず、エネ庁長官が40年超もよろしくお願いしますというようなことを県知事に言うということは、これ、軽く見ているとしか、私は地元の住民としても思えません。またじゃあこの年末に2017年の茶番をあと1年待ってください、1年以内にお示ししますからと言っていまだに示せない、再稼働の同意を取るためだけの口約束というようなことはぜひですね、エネ庁としてもこれは官邸にさせないでいただきたいし、まず福井県に話をする前にですね、再稼働のお願いする前にまず県外候補地を示すということをもう一度思い出していただくことをお願いして、今日の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。